はいどうもこんばんは。アミューズがね、誹謗中傷拡散に法的措置開示請求らしいもアウト、アーティストの名前も人間ですなんですって。まあ、要するにこれってあれですよね。要するにこれってあの春馬くんのことですよね。なんかね、春馬くんの件に関してディブの誹謗中傷だったりとか、あとまあありもないこと言ったりとか、まあそこに関するね、例えば佐藤健くんのせいだとか、なんかそういうなんか言われもないような事実を言ってるからってことだと思うんですけどね。僕ね、誹謗中傷はまあ良くないと思うんですよ。当然のごとく誹謗中傷は良くなくて、特にね、三浦春馬くんなんて亡くなった方ですからね、遺族のこと考えたら そっとしておくべきことはそっとしておいた方が絶対いいなと思うし、まあ強権的にアミューズがねそれを法的措置に訴えるっていうのもありはありだなと思うんだけど、ただね、やっぱりやりすぎないでほしいなと思ってるんですよね。僕もこうやってね、竹漏れのこととかを YouTube で言ってますけど、春馬くんのことも言うし、でも誹謗中傷は一切したことなくて、褒めることしかしてないんですよ。やっぱりね、ファンとしてのね、もちろん僕の YouTube はタケルくんのファン、モネちゃんのファンが多く見てると思うんだけど、そのファンとしては本人たちが発信しないようなことも絶対あるじゃないですか。事務所も発信しない時に、じゃあね、ファン同士が発信するってこともあって初めてその人たちが盛り上がるわけだし、その人たちがのビジネスが成り立つわけだから、やりすぎないでほしいなと思ってるんですよね。誹謗中傷とかしてないところまでなんだかんだ言ってこられるのはちょっと嫌だなと思って、盛り上げるためにやってる強いので、ね、悪く言ってるのはもちろん悪いですよ。もう本当に良くない、目に余るものはいっぱいあるから、それに関しては別にね、もうやっちゃって構わないなぐらいに思いますけど、でもそれ以外の、ね、ファンの人たちがね自由に語れるねいう部分はある程度ね自由度をね確保するのも事務所のね仕事だと。じゃないとね、ファンみんな辞めちゃいますからね、離れちゃいますからね。ファンが自由にね、タケル君のことだったり、まあ、春馬君のことだったり、ね、誹謗中傷ではなく、ものすごくね、好きだっていうことを語れる場にすれば、そこはね、ある程度ね、放置してほしいなって思いますけどね。そんな感じでした。